カスピ海横断鉄道カスピ海横断鉄道をうずん、アダのうずんアダ港。1890年代のカスピ海横断鉄道のボミー駅アムダニア川を渡って最初の駅、ファーラブ駅、トルクメニスタン 400PX カスピ海横断鉄道は中央アジア西部をシルクロードに沿うような形で伸びる鉄道。トランスカスピ海鉄道、中央アジア鉄道。 ザカスピ鉄道とも呼ばれる。19世紀に中央アジアに領土を拡大したロシア帝国によって建設された。建設工事は1879年に開始され、高感度でロシア軍が敗北を喫すると、ロシア軍がこの地帯での反乱鎮圧のための軍を展開するために建設の主眼が置かれた。大英帝国のインド副王であったジョージカーゾンは、この鉄道が アジアでのイギリスの脅威になると述べている。ミハイルスコベレフによって、ロシア軍がザカスピを征服すると、カスピ海に近い内陸都市キジルアルバトと、ロシア帝国ザカスピ州を結ぶ鉄道が1879年に狂気として建設された。すぐに、ロシア式の後期に改められ、1886年には、アシガバートやメルブまで伸びた。1888年には、 ブハラを経てサマルカンドまで完成。また、カスピ海側の起点は、カスピ海の港町、クラスノボツクに変更された。1898年、タシュケントやアンディジャンまで完成する。1901年までは、アムダリア川を渡る堅固な橋は完成しておらず、カスピ海横断鉄道は、木製の貧弱な橋を通っていたため、何度も、洪水で流された。 1905年にはトルクメンバシからバクーへカスピ海を連絡する鉄道連絡船が登場した。1906年にはトランスアラル鉄道が完成しトルクメンバシからオレンブルクまでつながる。ロシア革命では鉄道の建設作業員が革命の中心勢力となり多種県とのソビエト設立の中心的役割を果たした。また鉄道も 赤軍の軍事拠点となり、英イン軍との戦闘が行われた。この鉄道の開通で多種県とは、赤軍の重要な軍事拠点となった。カスピ海に面したトルクメニスタンのトルクメン橋を起点に、南東に、鉄道は伸びる。カラクム砂漠の外縁部に沿って進んだ後で、カラクム運河に並行して、トルクメニスタンの首都、アシガバートに達する。 そこから南東に向かい山岳地帯の麓を進み、テジェンに至る。テジェンからは、イランのマシュハドにつながる鉄道が1990年代に完成した。カスピ海を横断鉄道は、テジェンからは北東に向かい、丸に至る。ここから、アフガニスタ国境の串海の支線は早くも1890年代に完成した。カスピ海横断鉄道はさらにトュルクメナバートで、 ウズベキスタンのウルゲンチなどに達する視線を分岐し、ウズベキスタンのブハラでは、タジキスタンの首都、ドシャンベイやテルメズに向かう視線を分岐する。最後に、カスピ海横断鉄道は、ウズベキスタンのサマルカンドを経て、ウズベキスタンの首都、タシュケントに至り、ここが終点となる。途中、シルダリアで、アンディジャンなど、フェルガナ盆地に向かう視線がある。タシュケントでは、キルギスの首都、 ビシュケクやカザフスタン最大の都市、アルマトイを経て、シベリアのノボシビルスクに至る、トルキスタンシベリア鉄道や、ロシアのオレンブルクに至るトランスアラル鉄道、カザフスタンの首都、ヌルセルタンに向かう鉄道など各線と連絡している。ありがとうございます。